詰めておいて、そして崩して入るっていうような形で、こう詰めて、詰めていって、崩して入る。パー。押さないで。こういった時の感覚をこう行く。こういってパー。押さない。上段、上段、足払い。足払い、裏剣、逆突き、一瞬止めるで、止めた時にはもう裏剣が行ってるってこと。上段、技を出させた瞬間、決める、決める、後ろで。攻撃しても受け身取ってもできる。それ相手によって全部変えるんですよ。相手に技を出させて、相手の足が着地する瞬間を払って倒して決めます。えいっ、相手の手を払って突く、すごいです。要するに崩すってことです。必ず崩して入ります。